いいよここで。なんか軽く食ってこうと思ったんだけど。うん、いい。秋田だって明日早いでしょ。ちょっとね、そこのコンビニにも寄ってきたいし。ふーん、わかった。あ、そうだ。おい。ほら。何？会社？なんかトラブルでもあったの？いや。奥さんでしょ。バカ。もうどうだろう。来月からカノコが奥さんになるんだから、もういい加減やめろよそういう方。ごめんごめん。で、元奥さんが何だったの？なんだか連絡寄せって最近遅いんだよ。一回会って話せば。私のこととかちゃんと言ってる？そうだな、そうする。あ、それ開けてみて。あ、うん。今日の展示の手伝いとこの間の出張のお土産。ありがとう。頑張ってね。お、経理部は会社で応援してます。どうしたの？こんな時間に。だからごめんね、心配させちゃって。でも念のため病院とか行った方がいいよ。うん、ありがとうね、みゆき。いいって。で
ね、来月だからね、必ず来てね。当たり前じゃん。ちゃんとスピーチもさせていただきます。あまり変なこと言わないでよ。付き合って、うん、2ヶ月してから田崎さんがバツイチって発覚した事件は言っちゃダメ。そうそう、思い出した。最初隠してたんだよね。みゆき、ありがとう。もう大丈夫だから。うん、かなこのせいでお風呂なしだったけど。ごめん、私も今日はお風呂いいや。じゃあね。うん、おやすみ。うん。お風呂空いてるよ。誰？もしもし。かなこか。あきら、今ね。今どこだ？家か。そうだけど。わかった。今から行くから絶対そこ行くなよ。え、あいつが。あいつ元女房。お前を送って交差点で止まった時にあいついきなり車に乗り込んで包丁で刺してきやがった。大丈夫なの？手にかすり傷だ。心配ない。すぐ追っかけたんだけど逃げちまって。あきら、あきら。Thank you.